すべてを闇に。すべてのザルそばをいただく。私はうどん派なんでね。ま、俺はラーメン派だけどな。こんちは。今日は悪魔神ドルバルムを採用したガチでヤバい構築をツイッターで発見したので、まあ、一刻早くね、紹介したいということで、教えたいと思うんですけども、このドルバルムというカードを、まあ、10コストの最強カードを3ターン、ね、最速3ターンで降臨させることができるやばいデッキをね、今回持ってきたんで、まあ、ちょっとね、楽しみにしてもらえばいいかなと思うんですけども、まあ、やっぱこの相手のその闇以外のクリーチャーとそのマナを破壊する、まあ、究極のやばいカードが3ターン目に降臨するっていうのは、まあ、さすがにやばいよね。まあ、ボルベテウス・サファイア・ドラゴンとかね、そのドングリみたいなカード、それから、まあ、アルファディアスみたいな、その、松ぼっくりみたいなカード。たぶん、どんぐりとか松ぼっくりみたいなやつに人権はないんですよね。私みたいなこの体重を使っていく。体重ね。要は木ですよ、木。だからその松ぼっくりの幼虫か知らんけど、そういうのを全て吹き飛ばしていくみたいな、まあ、構築なんやけど、じゃあどうやって3ターン目にね、このドルバルムを降臨する、させるのかという、まあ、からくりをね、今回明かしていきたいな、なんですが、まずこのロストチャージャーっていうカードで、まずね、ドルバルムを墓地へ送ると。そして、アカシックサードの効果によって、このカードは進化ではない、自分のね、クリーチャー、コスト最大のカードを、まあ、つまりここで言う、まあ、ほとんど呪文カードと、まあ、進化クリーチャーやから、まあ、バーローを確定サーチすることができると。つまり、この、アカシックサードで出るカードっていうのは、バーローしかないんよね。で、アカシックサードで、バールを召喚する。で、バールは自分の墓地にあるバルムとなるスカード、つまりドルバルムを特殊召喚することができる。これが、3ターン目にドルバルムを降臨させるからくりなんですよね。この心理に気づいてない人っていうのは全員初心者なんですよ。だから私みたいなこう上級者というものはそれを可能にすると。ただ、それを可能にするっていうのはあくまで、事実上の数字であると。数字にとらわれるっていうことですよね。要はその科学者っていうか数字の数学者みたいな感じで、それができる可能性はあるけども、毎ターンの試合でできることはないと。だからまあその3ターン目にドルバルムを召喚できればまああわよくばみたいな感じで、それを出さな、やらなくても普通にそのデッキの構築としてねめちゃくちゃ強いので、まあドルバルムの構築の主流というものはこれのね上級者構築にまあ変異していく、変化していくね。おお、まあつまり渦巻きナルトのスネゲみたいな感じですよね。で、まあちょっと条件がね、まあ難しくて、まあさっき言ったそのロストチャージャー、バール、まあ墓地を送ってドルバルも、まあ手札っていうかその進化使っていく。その動きの一連の流れあるんやけども、まあ3ターン目に出すためにはこのアカシックサードというカードを、まあそのバトルさせなければいけないよね。だから相手がその、まあ、例えばニコスのね、ビートデッキでクリーチャー召喚して、クリーチャーでなんかその、相殺するみたいな。だから前提として、相手が2コストのクリーチャーを召喚する、もしくは1コストのクリーチャーを召喚する。さらにそのカードがタップされているっていう、まあ、条件付きであると。その条件を満たせば3ターンでドルバルムを降臨させるという科学的な成果が得られると。で、まあ、今回新しく追加されたこの大勇者二角爪、二角爪も入っていて、まあ、第1弾で追加された、二角のカードの、まあ、多分上位互換、だと思うんやけども、ビーストフォークに進化を当ててバトルゾーンに出ると4枚マナーゾーンに置くと。で、その中からクリーチャーカードを2枚手札に戻すと。まあ、このカードも、まあ、結構その長期戦になった時に強そうやんね。まあ、進化元アカシックサードで、その、二角爪を出すことによって、まあ、バールとかをね、マナーに置いて、で、バールを、ま、手札に戻していく。まあ、やっぱその二角の長寿みたいな感じで、その欲しいカードを手札に戻していく。それが4枚択あるということで、しかもこれクリーチャー限定というのもあるからね。まあ、結構その強さを発揮すると。まあ、結構その、進化クリーチャーと呪文系のカードが多いということで、結構癖のある構築やと思うんやけども、まあ、今回この構築を使って、ね、世界初の3ターン、3ターンドルバルムという上級者を超えた1000人を超えた、まあ、クロートですよね。まあ、クロート向けのね、クロートっていうんかな、うん、まあクリスマスのサンタクロースの花毛みたいなデッキをね、披露していこうかなと思います。うーピーポーピーポー、どうも救急車です。今日はですね、ドルバルムを使う構築なんやけども、最速3ターンで、ドルバルムを降臨させることができるっていう、まあ、恐ろしい構築を使っていくんやけども、まあ、非常にこう条件がね、厳しい。条件が厳しいっていう、まあ、2文字があるんやけども、
まあ、あのデッキの名目上ね、3ターンで降臨できると、まあ、そういう恐ろしい構築を使っていくんやけども、全てが終わりになる瞬間をお前は見届けることになるんだ。邪魔なカードは消えてもらい、まあ、まずこのロストチャージャーとかでね、まあ、墓地へ送っていくんやけども、まあ、詳しいね説明は冒頭で紹介したから、まあ、それをね、習ってやっていただきたいと思うんですけども、まあ、リキッドピープルのなんか寄せ集めみたいな、なんか今ね、暗黒の炎に焼かれろ、無駄な抵抗するのはやめてくれって言っているだろう。サーファースパライロ生贄に捧げ、ロストチャージャー発動。フフ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 あのドルバルムの構築でブラックルシファーを採用する構築をまあ紹介したんやけど、お前パクるなよサムラコウジヒトマロがよ。先を目指す、俺が先を目指すべ。俺は宝石を盗んだぜ。盗むなハゲ、いくぞ。まあ、この大勇者二角基盤もね、強いよね。まあ、このカードも4枚マナーゾーンってそれ2枚分も打つということで、まあ、進化が面白いカードであるよね。とりあえずマナーを獲得する、その2文字に全てを魂を生かすのだ。サーフスパイラルも相手のクリーチャーを戻しつつドローができるというねカードやからね。ほららほららほなな。さあ見せてくれよ、お前クリムゾンワイワンみたいな小賢しいカードを置いて私に勝とうなんてこと考えてるんじゃないだろうな。やっぱドルバルムの構築の面白いところっていうのは闇文明以外のカードを使ってくる、まあ、デッキに対しては全てを根絶やしにするからね。まあ、そんな中トウモロコシ畑みたいなカード出すな。小賢しいだ。バトルゾーンに出た時自分の手札1枚マナーゾーンに置く、面白いカード。なんだお前、バトルゾーンに出た時自分の進化クリーチャーを探索し手札に加える、小賢しいだ。あ、無駄な抵抗、あでもこれ加えなかったんかな。あ、自分の手札から進化クリーチャーを探索1枚を手交換してから手札に加える、小賢しいだ。なんか加えたんかこいつ、小賢しいだ。大勇者がなかったんかな。どちらにせよお前が負けるという2文字は変わりのない真実ではないか。サーフスパイラルの効果で相手のクリーチャーを戻しつつカードを1枚ドローしようか。そしてドルバルムの降臨によってお前は負けるという縮図から逃れることはできない。こちゃかしいな。全部根絶やしにしてやるぜ。まあ、あの闇文明以外使うなんかそのお坊さんみたいなね、連携強化知らんけども、そんな構築で私になんかマウント取ったと勘違いするのは甘えてるって言ってるだろう。もう二角基盤に関してはじゃあちょっと入れ替えていくか。まあ、ドルバルムも結構重要なカードなんやけども、ちょっとここは使えなさそうやね。まあ、SR っていうこともあってちょっとも残しときたかった感はあるんやけども、まあ致し方ない真実ではあるよね。どちらにせよお前のターンが1ターン遅くなり地獄。お前怖い、さがさがせたてだこなななともにだ。お前ちょ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 、お前小賢しいぞお前。これアカシックサードっていうカードが今回まあ主役やからね。まあ、冒頭でも述べた通りアカシックサードを2ターン目に召喚して3ターン目に、ロストチャージャーやったかな、サンコスのカードで墓地へブルバルム墓地を置いて、でアカシックサードを相打ちすることによって、まあ、その次のターンに、召喚していく、その動きを見せていくと。こっちゃかしいだ。お前無駄な抵抗するのはやめてくれって言ってるだろ。全ての次元に終止符を与えることに意味の定義など与えはせんわ。ドルバルムはでも進化クリーチャーデーモンコマンドが必要なんやけども、まあ、ここじゃアカシックサードを生贄にして、まあ、さらなる動きを見ていくか。アカシックサードプラス二角牙を召喚する、その動きでいこうか。アカシックサード召喚、共同を見るのが俺の趣味なんだ。俺はオートバイの免許を持っているんでね。おおおお、まあ、このカードも一応リメイク版みたいな感じだね。我らのロボトリ、この4枚マナーにおいて全てのバーローを戻していくとね、うん、全てを変えていく。
終わりにしようじゃないか。次のターンにバールを召喚して自分の墓地にあるドルバルム、ドルバルムあるもんね、ドルバルムを召喚して全てを終わりにする。それに何の意味があるというのだね。もうどちらにせよもう根絶やしにするんで、これでも次のターンどっちこいつは死ぬから、最後の役割を与えてね、終わりを迎えようではないか。ウォーリアーとか言いながらお前は次のターンに消える運命にあるんだマナーゾーンに置く。でもこれマナーゾーンに置かれても、まあドルバルムの効果によっては消える運命は逃れることはできない。マナーに置こうがね、まあ盤面にいようが負けを悟るなお前。さあ私との戦いに終止符を与えようとでも言うのかね。今こそドルバルムを3ターンで召喚し運命の決着をつけようではないか。まあ、このアカシックサードを召喚したいので、このやっぱ霊長と水晶の庭園というカードが、まあ、結構ありがたいカードよね。俗に言うありがた迷惑というやつだ。ほったた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 ほはははは見せてあげるよ私のさらなる進化のもとやな。多色カード水晶トレーサーの庭園か。とりあえずリバンスチャージャーはいらなさそうなんで消えてもらうか。アカシックサードを召喚することによって、まあ、このカードの強いところはやっぱそのね、バーローっていうカードを、まあそのまあ、特殊召喚することができる、まあ、2コストのカードが9コストの最強カードに化ける可能性があるというのが、まあ、この構築のまあ恐ろしく強いところであるからね。名目という名目のもとに辞書に選ばれたのはお前に課題を与えてやるよ。まあ私が例えば教師として、まあ生徒の関係であるまだまあ、まあ一週間、あ、まあこれだからバールを連れて、バールを出てくんなよ。あのね、だから例えばその宿題で出すとして、あの英語の辞書をね、うん、次の日までに全部読んできなさいっていうことですよね。だから英語のそのジーニアスっていうのを、ジーニアスでいいかな、ジーニアスを全部読まなければいけないんですよ、全部ね。おこれ殴っていくか。まずは1枚目。このアカシックサードをブロックするかできないんで、まあ、確定受験みたいな感じやんね。見ろよ俺のその力をよ。しかもアカシックサードを取ることはできないからね。まあ、国語辞典でもいいけど漢文でもいいけども、前小賢しいだ。おお、このメビウスチャージャーっていうカードを生きにしたってことは自然文明がなかったということやね。やるならば私は一気にマナ加速をさせてもらうぞ。リバースチャージャーも強いけども、ドルバルムはポッチ行ってほしいカードであるので、まあそこはちょっと考えていきたいよね。まあリバースチャージャーをここはじゃあ入れ替えていこうか。ドルバルム今味マナもチャージしたいけどね。とりあえずドローソースを見ていこうか。ロックマンエブゼおお、さらにシールドブレイク。これ何が大きいかっていうと、相手のシールドが3枚になることでドルバルムか草枚がこれちょうどね、美味しくこうね美味しくなるんですよね。さらなる甘さをもたらそれこそが私の真理、真理島へようこそ。お前小賢しいな、一食ずつ地道に貯めていきやがってよ。お前小賢しいな。まさかと思うけど、ボルメテスサバイアドラゴン出せば勝ちみたいな、なんか勘違いしているんじゃないだろうな。勘違い野郎はやめてくれって言ってるだろ。ドルバルムの前では全てが無力だということを教えてあげるまでもないのによ。まずは1枚さらにブレインチャージの効果によってさらなるマナ加速を実現可能。そして何が起こると思う？次のターンに地獄を見せてあげるよ。ヒーハー、うん、アイシールド21の中、トゲトゲの中、金髪のあの、キャプテンみたいなやつの、ね、タッチダウン、ヒーハー、クリタみたいなね、うん、クリタみたいな名前しやがって、クリタがよ、怖いな、ロストソウルとか言ったらちょっと私のシステムがエラー起きてしまうからね、システムエラーをするな、エンジニアがよ。まあ、アカシックサードはちょっと活躍しなかったな、ただ多分次のターン、バーローの効果によって、お前ドロー、お前小賢しいな。どちらですよ、次のターンに地獄を見るという2文字が存在することには何の変わりもない真実なのによ。バーロー召喚、悪魔のゾウさんの鼻毛を飲むぜ、私はすごいねひひ。このカードの効果によって刹那の中希望を与えることはない、絶望こそが私の宿命。さらにトリプルブレイク、沈むんだ宇宙の船のようにな
これこそがドルバルムの力。しかも4コストでタップされているクリーチャー破壊することできないから、まあ、ブロッカー置くぐらいしか手はないよね。これこそがドルバルムの力だ圧倒的なる勝利をもたらしたな。